飯塚湊役を務めさせていただきます、リュウトです。今回初めての舞台、そして初めての主演なんですけど、本当に緊張してます。なので、皆さん一緒に出演してくれる皆さんと一緒に精一杯頑張ります。見に来てくださる皆さんをこのウィンドボーイズの世界に連れていきますので、皆さん絶対見に来てくださいね。お願いします。練習が必要ですね。ウィンドボーイズ金子総集役山本一慶です。よろしくお願いします。早速今日初めて、キャラクターになって撮影をさせていただきました。皆さん、今回僕はフルートを、吹かせていただくということで、これから練習していこうかなと思いますので、ぜひぜひ劇場で、楽しんでいただけるよう頑張りますので、楽しみにしていていただけたらなと思います。それでは12月劇場でお会いしましょう。ありがとうございました。待ってます。こんにちは、清島大瀬役谷水力です。はい、ということで明るく楽しく、まあ、僕自身ね、ムードメーカーになれるような勢いで頑張っていきたいと思います。12月、皆さんぜひ待ってます。どうも、倉本宝役の高です。はい、今回ですね、ウィンドボーイズに出演させていただけるということで、すごくワクワクしてるんですけども、個人的には青色のウィッグ初めてつけるので、すごい新鮮でした。なんか新たな自分を見れたような気がして、あとは宝くんとの自分の共通点は焼肉が好きというところなので、今日はね、ウィンドボーイズ出演を祝して焼肉食べたいと思います。特にタン塩が僕は好きです。はい、ということで公演がですね、東京でありますので、ぜひ皆さん見に来てください。あとチューバーも持って撮影しました。重かったです。約100万円、高だけに。以上です。ミュージカルウィンドボーイズ水戸響く役を演じさせていただきます星野優太です。どんな台本になるのか、どんな稽古の日々になるのか、そしてどれだけ素敵な形で皆さんにお届けできるのか、本当に楽しみにしています。それでは劇場でお会いしましょう。バイバイ。ミュージカルウィンドボーイズ話のセリア役の佐々木義秀です。美しくて中性的で、こんなにも美意識の高い役を演じるのは久々ですので、とても舞台に立つのが楽しみです。12月に皆さんと会えるのを楽しみにしていますので、ミュージカルウィンドボーイズ応援のほどよろしくお願いします。バイバイ。リレー安人役の桜井圭人です。今回たくさんの方に愛されているウィンドボーイズに、携わることができて、とても幸せを感じております。安人くんはイトムキャラということで、僕自身イトムキャラは初めてなんですけど、本番でどうなってるのかとても楽しみです。2022年劇場でお待ちしております。佐野つぐみ役高本学です。12月から公演を行います。そうですね、本当に、皆さんに楽しんでもらえるようなパフォーマンスをしていきますので、ぜひ劇場に足を運んでください。チケットの方も発売しておりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは高本学でした。バイバイ。ミュージカルウィンドボーイズ鳥羽クーリ役の武志直樹です。ウィンドボーイズの世界で、いっぱい踊って歌っていろんなことに挑戦していきたいと思います。12月、東京で待ってますので、ぜひ遊びに来てください。バイバイ。ミュージカルウィンドボーイズ井上純太役の岸本優太です。はい、ただいまビジュアル撮影の方が終わったんですけれど、このビジュアル撮影を通して、より僕も、ウィンドボーイズ出れることが嬉しくなりましたし、楽しみな気持ちで今いっぱいです。見どころとしましては、ウィンドボーイズそしてかけるこのミュージカルっていうのが
もうこれからまあ稽古なんですけど、どういう風になっていくのか僕自身もすごく楽しみなので、あの皆さんもぜひあの楽しみにしていただいて、そして劇場で一緒にそれを感じてもらえたらなと思っております。よろしくお願いします。ウィンドボーイズ向井時役の田淵瑠衣です。今回原作では石川県を舞台にした、ゲームになってるんですけど、僕自身出身が石川県なので、すごいなんか親近感というか、生まれの地を原作にした舞台に出れるというのが本当に嬉しく思います。東京でお会いしましょう。皆さんこんにちは、ミュージカルウィンドボーイズ泉谷真秀役の木山龍です。はい、ということでついにウィンドボーイズがミュージカル化することになりました。はい、はい、原作からあの声優として参加させていただいているこの作品にミュージカルとしても関わることができて、本当に嬉しい思いと感慨深い思いでいっぱいでございます。舞台は舞台でのこの真秀くんの元気あふれる感じというか、はい、皆さんにお届けできたらいいなと思っております。これから座組の皆さんと素敵な作品になるように頑張ります。よろしくお願いします。ミュージカルでもマシュマシュマシュ頑張りマシュ。ありがとうございました。皆さんこんにちは、松原蘇学役の結城和也です。はい、2022年12月上映されます。皆さんぜひ見に来てください。皆さんにめちゃめちゃ大量のマイナスイオンを、浴びせられるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。バイバイ。